こんばんは、ミヤトンです。カーソブザデッドゴッズ双子の日食再チャレンジ。まずはお金を稼ごう。お金スタッツがいいかな。ここが良さそう。いきます。当然のごとく合言葉はノーダメで、いきなりこれか。なるべく拾っていく。いきます。お金のステージ選ぶといきなりこういうことが起きるのか。なんだ、きらめくサファイア1000ごとに 2% アップ。ちょうど1000持ってます。危ない。あの飛び道具が痛いんだよね。腐敗するしさ、威力もでかいし。ほい、宝箱ある。槍か剣が欲しい。なんだ、あ、盾だ。古代の盾。パリー5、メインウェポンが2秒間クリティカルダメージになる。あ、腐敗を取り除く。これにしよう。盾もね、結構吹き飛ばすから使いやすいよね。こんだけかな？こんだけだ。こういうの使えばよかったね。ああいう罠が、呼び水的な炎が必要なのか。いる。吹き飛ばす。楽しい。吹き飛ばす。あ、楽しい。はい。おいや。吹き飛ばす。今更火をつける。そして宝箱。槍か剣。斧。小槌、これメイン。あ、両手武器だね。火属性の両手武器。ないよりはあった方がいい。重い。重いし遅い。行きましょう。もう一回お金。で、スタッツ行こう。つか2個目の武器に、1回武器行った後2個目の武器行くとかがさ、なんかすごい無駄な感じしちゃうよね。恩恵出なかったんだからもう出ねえよみたいな、そんな感じはしちゃうよね。あれ、うえい、逃げる。ん、あ、止められるんだこれ。うえい、あ、ノックバックがある。そうだったのか。あのハンマーね、のけぞってたね。なんか食わず嫌いしてたから実は優秀なのかもしれない。スタミナはちょっとやばいけど、やっぱ威力でかいね。危ない。うえいち、それが嫌だったんだよ。威力でかい。冷静に当てていけばいいのかもしれない。盾の方がいいよな。猿。おお、また宝箱だ。多いな。レリック、キメラの輝き。おお、いいね。扉を通過すると 50% の腐敗を、あ、マイナスか、びっくりした。付与するってと思ったらマイナス 50% ね。マイナスのマイナスはプラス。うん、いいんだよね。ちょっと待って、すごいなんか勘違いしながら、ね、大丈夫。ドン。これはメインっぽいな。探求者の土ほこ的な。あ、これも倒すごとに腐敗を1点取り除くだ。こっちしてみる？慣れていこうか。食わず嫌いやめよう。遅えなー。ストッツ。ヤーツが欲しいよ。敵だ。罠で倒す。いいね、いいね、いいね。いよいよ。危ない。これ。いるね。ほい。その、あれだね。やべ。スタミナなかった。松明、壊しちゃうんだね、これ。あれ？強い、実はこれハンマー。
これはいらんな。あ、返した。違う違う違う。こっち。なんか落ちてきた。仮面かな？ひびはない。あ、ある。別ルートか。宝箱ありそうだけどないっていうね。間違えて15だよね。この矛は21か。あ、結構ダメージ違う。やっぱ全てを使いこなせるようになろう。さあスタッツ1セットじゃねえのはちょっと良くないよねこれ。危ない、危ない。じゃあそのダッシュアタックやめて。もうちょっと貯めといて。しまったな、思ったより食らっちゃってる。ヤーツヤーツ、これだな。ヤーツとシシュアル。さあ攻撃力と黄金が上がるのか。なんかこれろうそくみたいなと思ってるけど、なんかもらえる？違うか。アロマ的なやつかなこれ。ではヘブンかウェポンかハテナ。ハテナハテナウェポンかな。そうしよう。あ、扉くぐった時の腐敗が10になったね。あれ俺ハテナ言ったよね今ね。ハテナなのにヘブン。やっぱアンノウンでヘブンになることあるんだね。だから体力やばい時にボスの手前でアンノウンに行くってのはワンチャンあるかもしれない。わ、なんかウェポンっぽい、闘技場っぽい感じの。あぶれ。まだまだ出てくるだろう。2発か。あぶれ。あ、でも当たれば、ん？実はすごく強くない？ただスタミナとあとその振った後の回避ができるまでのタイミングが長いんだよ。ちょっと2発だ。もう一発。あら、両手武器のハンマー強いかもしんねえな。すごい今さら槍最高とか言ってたのに。お、武器だねこれやっぱり。槍、猛毒の爪、槍、今ので言ってみる今回は。なんかでも回復系があったらねえな。よし、変えないでいい。あ、恩恵があるんだ。 OK。 宝石の小槌、迅速の弓、蛇の刃、もう一回恩恵。はい、剣出ねえなー。まだ恩恵あります。剣出た。ガラガラ蛇の、お今のよりいいだろう。黄金で買おう。ダメージが上がったぞ。さっきの土と同じダメージで4回振るからやっぱダメージでかいな、こっちのが。ウェポン行く必要ねえよな。あんの行きます。お金もねえや。基本は剣で。お、あ、ばやっぱ松明がないとダメよ。スタミナ使わないの。あんじゃあなんで今の。よくわからん動きでした、したよね今ね。ぐるぐる回ってばそのうち。あ、ぶちゃぶちゃ。ほい。
特になし。あれ、これで終わり？レリック、あー、なんか腐敗取り除き系ばっか出てる。攻撃力結構上がるね。すべての治癒効果を 100% 増加。いやー、なしだな。やっぱお金がないと始まんねえわ。お金、特になしか。お金がやっぱ落ちてる。うい、あいつのためも、あ、こいつのためも止まるじゃんこれ。あ、すごっ。あ、そういう特色あるんだね。これ何？爪だ、いらんじゃろ。壁が割れる。こっちは壁なし。いや、壁はあるよ、壁はあるけど、ひびがなし。あ、止まるね。実は両手の斧が最高だったのか。ほいほい、これも止まるのかなこいつ。あ、止まるじゃん。あ、すごい。うわ、で、伸びがすごい。あらー、これもやっぱ戦い方を覚えよう。これなんだ、灼熱の刃だ。でもこれレベル1だね。今の方が強いっしょ。北はいけない、戻るだけ。お金取ってなかった。あ、これでもうボスか。早えな。ん、ボスのあの槍投擲も止められんのかな。なんだ、死体の寄生。一部の敵は静かに宿主の中に身を潜め、不用心な獲物に襲いかかるタイミングを待っている。通常の敵は殺された時に追加のクリーチャーをスポーンできる。ほう。あ、でもこれあれだよね、考え方によっては敵を倒すと体力回復するっていうやつは、あの、その回数が増えるってことだもんね。やっぱメリットとデメリット両方ある感じだよね。さあ、ボスです。ワンセット、あ、なんか出てきた。そんなことある？はい、うわ、なんかいっぱい。あっち、威力そこそこだね。なんかちょこいつは倒した方がいいの？あ、ちょっと早すぎた、回避が早すぎた。これ必ずスポーンしてるじゃん、そのコウモリみたいの。これ半分か。うわ、厄介。いやいや、ちょっと、これがどうなるか見たかっただけなんだけど。はい、止まる。いや、ちょっと、ダメだ、当てるタイミングがない。50-50-50でしょ。結局やっぱ剣の方がいいっぽいな。いや、全然ダメージ違うか。どうだろう、止まんない、止まんない、やっぱ止まんない。やめろ、だー、厄介だ。
なんだあのコウモリ。マジか。あ、でもこれがこれで解除された。逃げていく。お前やめろ。こいつでも回復するのかね、そのなんか持ってたら。お、これは戦士のマカナ、威力下がるな。あ、敵を倒すごとに HP 回復。こっちかな。でも右の方がガラガラ姫が強えよな。他のは？拷問の輪、敵が環境によって殺されると HP4% もらっておきます。そしてこれは槍だね。これじゃない？俺がもらってクリアしたやつ。あ、違うか。うん？これは？あ、これじゃねえか。あ、でもなんかよし、これでいこう。ちょっと待って、あのクリアした時に持ってたやつとは違うと思うけど、まあ、これはいらないよな。まあ、せっかくなんでこの槍を使っていこう。いや、正直あの斧の方が良かったかもしんない。ヘブン行こう。体力が増えていねえぞ。スタミナがマックスないと3投目までやれないよね。もう一回これでいこう。うん、いいでしょこれで。威力桁違いだからねこれ。あいつが持ってた槍ってことだよね多分、ブラッドハンターが。お金、さあここからが本番です。あ、ワンタンでいける。ほいや、ため一発だね、雑魚敵は。うわ、うちやめてほしい。投擲100ダメか。これで壁も割れなくなっちゃったんだ。向こうどうやって行くんだろうな、毎回言ってるけど。戻ればある道。違うよね。なんだろう、行く方法が分かんねえ。まあ、進むしかねえか。あ、こっちも行ける。あ、ばばば。あ、こんだけか。奥に進むしかない。こっちの奥どうやっていくんだろうね。なんか壁が豪華。まあいいか。あれ、あのなんか光ってるね。これが実は壊れるのかもしんない。光ってんね。壊せるときかどうかわかんないけど、このなんかピカンっていうのが出るから、多分これハンマーで壊せんな。3発目でダメか。行こう。やっぱハンマーだったかもしれない。うん、あれ結局こっちじゃない？ここじゃない？俺が行こうって言ってたの。危ない、燃えてる燃えてる。よし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 、行きます。お金がいっぱい。ショートカットできただけかな。やっぱためだな。ため割った方がいいな俺。これ割ってる。よしよし、いいぞ、いい調子。なんだ急に転がってきた仮面が。いるね。あ、ちこれだな、強いな。やっぱな、弱った敵ダメージ 15%、 器用さいいね。お守り
供養コストがマイナス10、体力が増える。さあ次のステージだ。回復してえな。でもスタッツかな。もうヘブンないもんね。お金が2600、いい武器があったら買える。ほい、一回で倒せるもんね。強い。チャージ攻撃にスタミナを使わなくなるとかさ、そういうレリックあったらやばいかもしんない。怖っ。どういう意図があるんだ。ちょっとこれ どっち。あーばばばばばばあここか。そっち道ないよね。あるわ、あったのか。ふう、ああ罠は嫌いだ。光ってんね。1セット。ほいや、投擲攻めながらない。シシアルのペンダント、はい、そろそろいっぱいかな。お守りはいっぱいです。また罠だな。こっちはなんもない。これで終わりかな。まだあるな。あ、スタッツか、ここな。そうだよな。宝箱はない。スタッツ。これを買う。攻撃力がどんどん上がっている。16で32%増しだって攻撃力。いいね、いいね。あれ、またスタッツ？あ、ウェポンか。はい。倒して回復する系が出たらいいな。これあれか、闘技場的な。うっ、やばい。やばいな。飯買ってんの、あいつ。ほい、チャージな、強えんだけど、スタミナにはでかい。まだなの？勝って。いた。こいつも光ってる。光ってるのはいっぱいな、おい。消えた。いや、ダブシな、一瞬棒立ちだったな。よし、これで HP を回復する武器が出たらすげえ嬉しい。さあ来い。お、うん、剣、両手武器か。儀式の探検。あー、いや、今のでいいんじゃねえかな。買わない。はい、行きましょう。そうそう狙って出ないね。さあ、次はウェポンかゴールド。まあ、ゴールドでいいでしょ。で、安納行って、ヘブンにワンチャン。体力的にはそろそろ、地面が燃えるステージ出てくると、嫌だなっていう頃ですね。嫌だな、本当にもう。ほい。お、
飯買ってんのにワンセット来たったよ。投擲、あ、威力ほんとすごいなこれ。はい、召喚してたな。127、そっか、シシュアルじゃなくてヤーツがまた上がったからか。さあ、HP を超える治療は黄金に変わる。あー、いらねえかな、体力下がっちゃうもんね。なしでいきましょう。あ、槍って火ダメ上がるんだっけ、今更だけど。そうだよね、ちょっと忘れてたこれ、強さばっか見てたわ。一撃、はい、腐敗を10点取り除く。黄金の、まあいらないかな。あ、器用さが上がる。器用さ、これよりいいだろう。攻撃力が上がるので変えましょう。来ちゃった、そこを割ってくんないか。おい、いよいよ、おいや、威力でかい。あー、やっちゃった、バカバカバカ、火をつけるなんてことしなきゃよかった。そっちはなんかあんのかい。隠し部屋っぽかったけど、戦うのか。2発、まさかのワンセット。2発、ハイリスク入りたんだねこの槍は。で、宝箱、爪かな、排除の爪。あー、まあいいかな今ので。猿、あの槍にな、 HP 回復ついてたらな。2発、やばそう。倒せる、もう俺は火をつけない。あー、2発目早いんだな。ほい、1セットではない。あ、どうせ壊されちゃうしね、松明つけても。いきましょう。さあ、アンノーンでヘブンワンチャン。おお、来た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 、イエーイ、行くぞ。まあ、呪われちゃったけど死ぬよりはマシだ。ウェポンカレリック、ウェポン言っとく最後に、なんか出るかもしんないもんね、お金あるし。怒りの神殿、すべてのジャガーの彫像が火の玉を発射するようになる。まあいいでしょう、それは。さあ、武器です。闘技場だ。あぶねえ、あいつを倒そう。倒した、いいぞいいぞ。ため切りで120ぐらい当たるのか。フィニッシャーもそれぐらいだよな。ほい、いいね。槍を使い終わったら松明つけて装備外しとけばいいんだよな、きっと。火ダメが減る、それで。やっべ、ほい、こう、よっしゃ、まだ出んのか。1セットではない、倒した。にゃい、スタミナがね、やばい。また回復してんな、お前か。くらい。回復すんな。お前許さ。あー、逃げた。うっち。ほい。待って。なんか赤い。向こう側が。ほいや。
さあ、武器武器武器。なんか出るから。レベル3の武器だね。爪爪。回復とかはない。今回回復系が一切出ないね。あー、いや、これは頑張って剣でいこう。剣で槍使っちゃうと多分一瞬にしてやられるでしょ。さあボスかな。どんなだったっけ。チャンピオン。なんか2回目の連撃が避けづらいってイメージが残ってんだけど、来ました。2回だな。なんかこれ攻守どういうのかな。1、2発。ほい、もう1回。これなんかやばそう。そうそう、それそれそれ。でもう一回来るの、これもう一回来る。あれ受けづらい。はい、うっち。スタミナがね、やめとこう。いやー、ないパリーか、こういう時は。はい、あー、パリーできねえ。あ、怒った。よっつ、元のパターンに戻るわけね、これで。壊しとかないとまずい気がする。やべえ、やばっ。あの紙が落ちてるやつに当たると起爆するっていう感じかという感じのボスです。呪われた双子、チチンとチチョ。あ、だからパターンが変わった時が黒い方だったのか。今、あの、なんか、髪を振り乱してるのが右側で、で、切りつけてきてたのが左側なんだ。同時には出てこねえんだ。これもしかしたら二重人格的なやつかもしんないね。そんな感じで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。